はい、こんばんは、夜も深まってまいりました、スーパー大人クラブの時間でございます、本日はですね、こちらセックスというお仕事、はい、別冊宝島ですね。セックスというお仕事、女が見た女を売る女たち、太古の昔からね、女を売るというお仕事があったわけで、まあ、いろんな形で女を売る仕事というのがあると思うんですけど、はい、これはですね、主に最初はね、この精鋭で単純にこう風俗的なことなのかなと思ったんですが、読み進めていくうちにそうではないことに気づきました。なかなかに興味深いお話でした。結局ね、まあヘルスだったりね、 SM 上だったりするんですけど、だんだんね進んでいくと、ど田舎のストリップ劇場に弁当持参のおじいちゃんがやってきたなんか良くないですか、こういうのって。別におじいちゃんだからって全くこう性欲がなくなるわけじゃないんですよ。ただ、要するにその、なんていうんですか、もはやそのちょっといやらしい気持ちと違ってるんですよね。なんでしょうね、ストリップって一つのは、まあ、芸術だと私は思ってるんですね。ダンスあり、いろいろなこう ただ裸を見てるわけじゃないじゃないですか。そこにダンスだったりね、ちょっと動きがあったりだったり、そういうそのエロティシズムだったり、その女性の美しさだったりを表現する場であって、そのただ裸を見て喜んでるわけじゃない。ストリップ劇場っていうのはやはり一種のその何て言うんですかね、芸術的なものを鑑賞する場として私は思ってるんですね。そこにね、ど田舎のストリップ劇場に弁当持参のおじいちゃんがやってきた、じゃあこれはどうなのかっていう僕はいい話だなと思ってこう読み進めました。その他に、AV ですね、アダルトビデオ、モニターの中でだけ一瞬輝ける女の子たちがいた、はい、これね、皆さんも、AV ご覧になると思うんですけど、みたいな、すっごいことしちゃってんじゃん、大丈夫なのって思っちゃうようなのも、中にあるわけですね。でもあれってスタッフさんがいて、監督さんがいて、はい、行きますよ、3、2、1、スタートみたいなとこから、みたいな感じでやってるわけですよ。すごくないですか、すごくないですか。あれもう、なんて言ったらいいんですか、いやいや、もうそんなことしたら死んじゃうんじゃないのみたいなのなんですけど、ちゃんと安全も確保されてて、映像の中で収められて、結構大手の会社から出てるわけですよね一時期すごいちょっとやばいね、こうアングラなビデオで摘発されたりして、ああいう時代と今違ってですね、僕が見た、最近見た中で一番びっくりしたのは、全部女性の喘ぎ声とかいうことに字幕がついてるAV というのをね大爆笑しながら見ました。そこに僕が自分でギターでねとか打ち込みで BGM をつけてみたんですけど結構良かったです、はい、一つの作品としてね字幕をつけるっていう発想はねなかったですよ。そこ字幕つけるんだみたいなね。しかもそれ映像関係のお仕事ですから字幕つけるって言えばつけるんでしょうけど、
ちゃんとフォントもなんかね、あの女の子のところはちょっと女の子っぽいフォントになってるわけですよ。これはなかなかに衝撃的でした。字幕付きの AV っていうね、すごいですね。はい、これなかなかね興味深かったんですけど、渋谷道玄坂ね、渋谷道玄坂ってすっごいラブホテル多いんですよ。あのもともと道玄坂ってあのそういう地域なんですね。まあ、そういう関係の方々が仕切っているのは、で渋谷道玄坂こちらフロントでございますっていうね、多分ビジネスマンの方なんかで、泊まられたことあると思うんですけど、もはやラブホテルってラブホテルじゃないんですよね。あの私もあの仕事の都合で宿がなくてですね、ラブホテルに泊まったことがあるんですけど、恐る恐るですねフロントに行ってびっくりしました。中はですね、女子会が開催されてました。で、値段安いんですよね。で、風呂がでかい、あのビジネスホテルみたいにこうユニットバスとかじゃなくてジャグジーとかついちゃってるこう大浴場ですよね。でそこですっごいでっかいベッドですっごいゆっくり寝られるんですよ。で映画とかね、あのビデオとかもう、まあ、見放題じゃないですか。これね、ラブホテルの人に言われたんですけど、もはやね、若い人たちがもうお金もねない今って、もうまずスマートフォンありきじゃないですか。そこにお金を月にいくらか払わなきゃいけないんで、そんなにお金を出して、ホテルにエッチなことをしにね、なんて来ないんですよって。フロントで、そうなんですかって言って、でただその法律の関係上ね、普通のホテルとはその区別が違うと。だからそのどんどんその一般のお客さんに泊まりに来てほしいんだけれども、それを公にはできないっていうね話をねフロントでねしたんですけど、その時にもね全然カップル入ってこないんですよ。もう入ってくるのはビジネスマンか、あと女の子同士のね4人組とかが女子会。ああそういう風にこう時代ってね用途によって変わってくんだなと思いました。私たちがね若い頃はもうラブホテルなんていうとね、もうなんていうんですか、もう手に汗握るというかね、緊張感走るね、そうなんていうんですかね、まあちょっといいじゃん。何がちょっといいじゃん、ちょっとじゃなくて、2時間っていう時間をね、女子はどういう風に受け止めてるのかな、男子はその2時間っていう時間をどう使うかっていうのはね、すっごい頭の中でシミュレーションするんですよ。だって2時間って長いよって短いでしょ。大変申し訳ないことに、男性って意外とことが終わっちゃうとあっさりしちゃうんですよ。はぁ、みたいな。で、ことが終わった後に女子にねえとか言われるとなんかうざとか思ったりするんですよ。すいません、女子の皆さん、男ってそういうもんです。切り替えが早いんです。これはね本能だと思います。そういうことをいたした後にもね、その大昔に敵を襲ってきたわけですよ。で、まあ、女子はねそういうことをされたってこう、まあ、みたいなうっとりしてる時にそんなところに敵が来て、男子もうっとりしてたらやっぱりやられちゃうわけだね。敵に切り替えが早いわけですよ。男子はもうすぐにも戦えるわけですよ。えいってもうチャック開いてたりするんですけど、チャック開いてても戦うわけですよ。下半身マッパでも戦うわけです。それくらいの切り替えの速さなんですよね。
ちなみにあの2回も3回もできる人はいるようですが、私にはまあ残念ながらね、そういう2回も3回もするようなあれがなくてですね、結構あの終わるとあっさりしちゃうタイプですすいません、だからダメなのかな、と思ったりします。ということで本日ですね、スーパーオトナクラブ、セックスというお仕事、女が見た女を売る女たち、ね、これタイトル、これ古本屋で買ったのかな、まあ読んでみてびっくりしましたよ。あの奥が深い、うん、あの単にねその風俗のことを語ってんのかなと思ったらそうじゃなくて、いろんな場面で女は女を売る、難しいですねこの問題ね。男も男を売ってるのかもしれないしね、どうなんでしょう、皆さんどう思われますか。ということで今日はちょっと意味深なスーパーオトナクラブでした。もはや朝の5時になってしまったのでもうそろそろ寝たいです。はい、睡眠障害はね皆さんにお気持ち分かると思いますけど寝れないんですよね。というわけで、本日のスーパーオトナクラブでした。お楽しみいただけたでしょうか。ちょっと今日の問題はね、考えさせられるようなお話でした。男と女とはね、常に、まあ、一体でありながら裏表でありながら、オスとメスがいろいろなことがあるわけでございます。というわけで、スーパーオトナクラブ、これからもYouTube に、削除されない限りは続けていきたいと思います。それじゃあね。バイビー。消される。